で、してる回かなっていう感じがしますよね。ここは空振り三振に切りました。今日5つ目です。4回、5回、6回というのは三振がなかったんですが、4人です、いいコース角度に決まりました。153キロ直球、見逃しの三振、6つ目、自身最多タイになりました。なるのか。変化球で抜いて三振、自身最多7つの奪三振、7回を初めて投げ切った佐々木朗希、2失点です。2対2同点です。佐々木朗希は独特のこのリズムで来ています。それは変わりません。ここも追い込んだ。8つ目だ、奪三振。岡島からも奪って8個目。それともやはり階段を一歩ずつ登ってきたこの照明か。5者連続三振、9つ目。イーグルスの打者のバットにボールが当たりません。